コロナの時期の過ごし方を面白がる研究学生ラジオ、はい、始まりました。コロナの時期を面白がる建築学生ラジオです。本日のパーソナリティは西田と西田研究室の清水です。よろしくお願いします。今日はゲストに建築家の万玉直子さんにいらしていただきました。万玉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと万玉さんをラジオに呼ぶっていう感じがちょっとこうなるべく内輪な感じにならないように気をつけます。気をつけます。じゃあまず最初にラジオの趣旨を紹介します。コロナの時期の過ごし方を面白がる建築学生ラジオと称して、大学に集まれない現状を次への準備期間と捉え、今活躍中のスペシャルゲストを招きし、ウィズコロナ、アフターコロナに対する建築都市への妄想や影響、リモートの面白さ、今やっておくべきインプットなどについてオンラインで語り合います。万玉さん、よろしくお願いします。万玉さん、非常にこのコロナの時期にお住まいがそのワークスペースとそのライフスペースっていうんですかね、まあ、プライベートとパブリックを両方持ってるなんか二面性の住居がすごい重宝したっていうことを聞いて、まあ、つい先月のライブスの表紙にもなってましたけど、万玉さん、このコロナの時期のご自身の過ごし方をちょっと紹介してもらってもいいでしょうか。はい、今こう西田さん紹介していただいた自宅なんですけど、ちょうど、緊急事態宣言の1週間前に引っ越しを、まあ、完成して引っ越しをして、住み始めた住宅で、もともと全くコロナなんて予想ができてなかったんですけれども、家の作りとしてはだいたい80平米ぐらいのマンションをなんか50平米と30平米に分かれる形でズバンと耐力壁があったので、なんかその50平米部分をこう生活するスペースって A 面って呼んでるんですけど、で30平米ぐらいのスペース、今いる場所なんですけど、これを B 面って呼んでいて、まあ、マンションのリノベーションなんですけど、基本まあ解体して、まあ、床を張ってちょっと棚柱的なものをつけただけみたいなところで、なんかざっくり生活をしようみたいなことで住み始めてます。でもともと自宅からオンデザインに勤めてるんですけど、オンデザインの事務所が片道1時間ぐらいで、息子の送り迎え含めたら下手したらなんか往復で3時間ぐらい使う日もあるみたいなぐらいの通勤時間を使ってたので、まあ、ちょっと自宅が変わったらリモートを取り入れようかなというふうなこう思いはあって、まあ、ちょっと仕事場にもできるみたいな形で B 面を捉えてたんですけど、まさかのコロナになって、最初の緊急事態宣言中の2ヶ月はもちろん息子も保育園に行けないみたいな形なので、結構カオスな感じだったんですけど、まあ、緊急事態宣言が明けて、まあ、6月ぐらいから徐々になんか落ち着いてきたかなっていう感じがしてます。今いるところもあれですか、 B 面ですか？ B 面です。こんな感じでめっちゃ、あ、ここに見えてるこのトンネルの向こうが A 面なんですけど、天井は解体したままで、壁は白いんですけど、もともと天井と同じような色だったんですけど、研磨をしてもらって綺麗なプラスターを見えるようにした状態で、めっちゃ子供のおもちゃが散らかったりしてる、めっちゃざっくりっていう感じでも、家の中でその今の木のトンネルみたいなところをくぐってこっちの B 面に来ると、まあ、仕事したりとか、今のラフに使われている子供のおもちゃあったぞみたいな、まあ言ったらあんまちょっと生活とは関係ないとまではないけど、生活の中のプラスアルファみたいなのを受け止めるっていう場所なんです。そうですね。なのでなんかあんまりおもちゃ散らかりっぱなしでも気にならないし、自分の仕事道具散らかりっぱなしでも気にならないしみたいな形で、あんまり片付いてなくても気にならないみたいな。引っ越して1週間後ぐらいに雨漏りあったんですけど、なんか雨漏りすらバケツ置いといてもいいかなみたいなぐらい、なんか
なんか多分これ A 面側で泡盛とかしたら結構ウール 100% の絨毯がとかって思ってたんですけど、なんか B 面だったらとりあえずバケツ置いて3日間ぐらいしのぐみたいな感じで、なんかすごいざっくりと生活してますね。なんかその、まあ、今回リモートワークすごい増えて、まあ、学生も自分の部屋でこう図面描いたりとか模型作ったりとかっていう、まあ、そういう今まではなんかそのプライベートの生活の場にそういうものがたくさん入ってくると、なんかプライベートがちょっとおざなりになるというか、なんかちょっと両立が難しいなみたいなこと結構あったと思うんですけど、今の聞いてるとその A 面 B 面っていうなんか2つの領域があるとすごいいいですよね。そうですね、多分人にもよるかもしれないんですけど、結構私こうなんかスイッチを切り替えたいタイプで、なんかそのスイッチの切り替えが多分まあ音楽かけるとかラジオ聞くとかっていうスケールのものからまあいろいろあると思うんですけど、結構私こう身を置く環境でなんかこうちょっとモードチェンジしたいなっていうタイプっていうのもあり、つい10分前まで A 面の方でちょっと洗濯干したり掃除機かけたりしたんですけど、もうなんか A 面の方の電気を全部こう消してこっちの B 面に来ると、一応朝はこうよし仕事かなみたいな感じのモードになるっていう、なんかこうその、まあ、すごい極端ですけどね、 A 面 B 面みたいな極端なんですけど、なんか分かりやすく切り替えになるなっていう形はあります。なんか普通に考えるといわゆるこう書斎とか作る人いるじゃないですか。書斎とかってなんかすごいコンパクトで下手したら3畳とか4畳とかの中に机と本棚がいっぱいこう詰まってるみたいな、なんかそういう秘密基地的ななんかそういうこう書斎感ってよくあると思うんですけど、その今の万玉さんの B 面はもうちょっと広いじゃないですか。広いです。なんかその広さの価値って何ですかね。そう、私もあんまり広いことっていいなみたいな感覚なかったんですけど、住み始めてめっちゃ広いことって大事だなってちょっと思っていて、この30平米ワンルームなんてこう長手で10メーターぐらいあるんですね。で、なんかまあもちろんその緊急事態宣言中にオンラインミーティングが旦那と被ったりした時とかは書斎みたいなスペースあった方が欲しいなとかちょっと思う部分ももちろんあるんですけど、結構このざっくりしてていいなって思うところは、平日の昼間は私の仕事場のメインっていう形で、で夜息子帰宅後は息子の遊び場と私がちょっと日々励んでいるストレッチの場所になってて、で休日友達が来ると今私が座ってるテーブルがでみんなでご飯を食べるみたいな場所になるんですね。なんか A 面のダイニングテーブルっていうよりは友達来た時はもうなんかこっちでご飯を食べるみたいな形になって、なんかこう割とその書斎とかワークスペースとだけで割と作り込むとなんかここでご飯食べるのみたいな形になるんですけど、結構まあなんか多分今背景が結構本が詰まってるのでなんかちょっと書斎っぽいなワークスペースっぽいなっていうのもあると思うんですけど、なんかこう反対側に目を向けると割と窓辺にこう大きなテーブル置いてるだけだったりするので、なんかそこで全然ご飯食べれるなとかもあって、なんかこう結構その時と場合によっていろんな使い方できるのがいいなっていうことと、なんかこの B 面って私は割と私の部屋って思ってるんですね。でも多分息子は自分の部屋って思ってて、で旦那も旦那で夜の俺の部屋って思ってたりして、なんかこう一つの部屋なんだけどみんななんか私の俺のみたいな感じで思ってる感覚はすごくなんか半年住んでみてなんかいいなって思いました。なんかこうちょっと例えるとなんかこうシェアハウスの共有部みたいな、なんかこう共有してる場所はなんかみんなの場所だけど、まあでもやっぱ自分の部屋でちょっと作業するのはちょっと辛いなとか、まあ、ちょっとなんかそのプライベートな空間にずっといると飽きるなみたいな時のちょっとサードスペースっぽいじゃないですか、うん、なんかこうでも自分家のカフェに近くのカフェに行くんじゃなくて自分家にはそれがあるみたいな、まあ、そのサードスペースっぽい共有部すごいいいですね。
そうですね。あとなんかこう、まあ、たまたまなんですけど、うちはその A 面側に玄関があるんですね。で、あの私たち家族からすると玄関開けた時にまず、まあ、A 面なんでもう横に水回り、もうキッチン、ソファ、ベッド、バッと見えるみたいな間取りなんで、めっちゃ家帰ってきたっていう感じがあった。そのなんかトンネルくぐって B 面があって、でさらにちょっと割と広めのテラスがあるみたいな形。ちなみにあのテラスを C 面って呼んでるんですけど、あるんですけど、なんかその私たち的にはその玄関開けてまず A 面が受け止めてるっていうのがすごい、あホームに帰ってきたっていう感じするんですけど、結構今回あの家でカーテンを一緒に作ったファブリックスケープの山本さんと結構いろいろプラン練ってる時から話してる時に、なんかまず開けてそのプライベートな A 面があるのがなんか普通と逆ですよねみたいなこと言われて、確かにそうかもと思って、結構その、家にちょっとパブリックな場所というか、その、まあ、そのシェアハウスの共有部みたいな場所を持とうとすると割と玄関入ってすぐそういう空間が広がっていて、ちょっとやっぱりプライベートって奥みたいな意識の構造がなんかやっぱり世の中多いのかなと思うと、確かに体験的には結構真逆だから、多分家族以外の人が来るとみんな入ってすぐにめっちゃ生活感あるんで、おっていう感じにはなんかやっぱりなってて、でその向こうにこう、まあ、どんどんこうなんかざっくりした部分が広がるみたいな形 の、 あの順番がすごい逆だなと思っていて、だからかなんか普通に奥にプライベートがあるとちょっと見せたくないなみたいな形になるんですけど、うちの場合そこ通らざるを得ないんで、なんかすごいあの人招く時も誰であろうが、あすいませんちょっとあの服とか散らかっててみたいな感じだけど、招かざるを得ないみたいなところはなんか面白いというか、あのちょっとオープンマインドになるなっていう気がすごいしました。あだからそこをなんかこう通過して、まあ、昔山本理研さん敷居論っていうふうに言ってましたけど、その敷居の部分が自分のプライベートだから、なんかプライベートを開示して人が入ってくるっていう、なんかちょっと 家開きっていうんですかね、なんかそういうなんかこうちょっと自分家開いてるよみたいな感覚があるってことなんですね。そうですね、まあ、そのもちろんマンションの4階なんで日常的には開かないんですけど、こうだ誰かが来るときに対しては、やっぱりお客さん通すところはリビングだよねとかっていうのがそもそもなんか崩れてるなっていうのは感じました。あすごい面白いですね。ちなみにそういうふうに結構プライベートというか自分の家の、ワークスペースが充実すると、今度そのオフィスの価値が変わると思うんですけど、まあ、例えばその自分家でも仕事できるわけじゃないですか。それもなんか今の結構広い30平米ぐらいある、まあ、一人で独占できるプライベートスペース持ってるわけじゃないですか。その時のオフィスの価値って何だと思いますか？オフィスの価値、それでも私でも結構リモート万歳なんですけど、週1ぐらいでは、事務所に行ってて、まあ、やっぱり模型見たいとか作りたいとか、あとやっぱり本雑誌の過去のアーカイブ見たいとか、オンラインじゃなくて見たいとかっていうのもあるんですけど、やっぱりなんか行くと誰かしらとコミュニケーション取れるっていうのは大きいかなという気はして、なんかオフィスに行く価値っていうより選択肢が増えるっていう価値がすごくありがたいなっていうふうには感じてはいます。ただオフィスがどう変わるのかなっていうか、まあ、変わるのか変わらないのかとかはちょっとそのあまり大きな話がちょっとまだよく分かんないかなっていう感じはすごいしますけど、そうですね、うん、だからなんか知り合いがいる場所に行くみたいな、そういう感覚ってことですか？
知り合いがいる場所に行く、うん、あとやっぱり、うん、そうですね、知り合いがいる場所に行く、一緒にプロジェクトしてるメンバーに会いに行く、なんかちょっとやっぱり所属意識は完全リモートだと持ってるのか持てないのかがちょっとわかんないんですけど、やっぱり事務所の空間にいると、あ、なんかここに一応所属してる身分なんだなみたいな、なんかそういう感じはあるかな、なんか共同体意識というか、なんかこう、うん、はあるのかなっていう気はしますね。なんかこう、その、まあ、例えば大学だと、その授業よりもその研究室とか製図室とか、まあ、なんかこう、まあ、言ってもこうどうでもいい時間を過ごせる場所っていうか、なんかそういうところがすごいあるといいのかなっていうのがすごい感じてて、まあ、もちろん授業もオンラインからオフラインになった方がいいっていう部分たくさんあるんですけど、まあ、オンラインの方があの感染リスクが低いっていう意味で選択する人も結構いるから、なんかそれはそれでいいのかなと思った上で、でもなんかその製図室なりで、まあ、一緒に模型作るとか、今マンキョさん言ったみたい、まあ、研究室とかで、まあ、なんとなくこうちょっと他の人が何やってるか分かるとか、そういうことの価値って今まで機能ではちょっと語られてなかった部分があって、なんかそれをこう今言ってくれたみたいな、その時間軸でなんかこう人とコミュニケーションできるっていう、なんかそういう場所だって捉えるのか、なんか人がいるっていうことをまた機能みたいに読み替えていくのかみたいな、なんかそこってこう空間の問題なのか、そのコミュニティの問題なのかみたいなのがすごい難しいなと今聞いてて思ってて、もちろんあの解決方法がそんなあるわけじゃないから、建築とかを通して多分作っていく感じになると思うんですけど、まあ、でもなんかあのマギョさんはあの設計されたあの神奈川大学の国際学生寮っていう、あの出来上がってもちょうどあの入居開始してからそのこのコロナが来たあの案件もあのすごいこう共有部があったから良かったよみたいな、そういう話聞きましたけど、なんかそういうこう一緒に住みつつでも働く場所もありつつみたいな、なんかそういうのってオフィスも含めて結構変わってくるのかなと思うんですけど、どうですか？なんかあの神奈川大学に進行してから何度か行くときにあの感じるのが、なんかこう設計中もなんかこう共用部だからってみんなでなんかこう何かしないといけないみたい な, なんかそういうちょっとこうコミュニケーション取らないといけないみたい な, なんかそういう強迫観念ある共有欲はすごい嫌だなっていう風なのがやっぱり個人的にすごいあって、なんかまあ交流空間って考えても、うん、なんかやっぱりこう たまたまとか、まあ、無理なくぐらいがやっぱりいいと思う、うんなっていうのが強かった時に、でもなんかやっぱり人ってそのやっぱりちょっとカフェで仕事しようかなとか今までもあったみたいに、なんか一人ぼっちにはなりたくないけどなんとなく一人でいられる場所みたいなのって、なんかこうなんとなく人の存在感はあるけどなんか一人でも居心地いい場所みたいなことになるといいなと思いながらはちょっと設計してて、でなんかどういうふうに使われてるのかなって思うと、やっぱりコロナ禍によってオンライン授業になったので、みんな寮の中でオンライン授業を受けてるんですね。で同じ授業を あるポットでは3人ぐらい集まって受けてる子もいれば、一人一人で受けるときに結構みんなこう自分の部屋の近くのいい感じのこうポットを割とちょっとこう今人数少ないんでまさかの占有的に使っててマイポット化みたいな感じで使ってるんですけど、してて、こうでも視察とか私行ったりとかちょっとこうぐるぐる回ったりとかすると横通るんですけど、みんなオンラインでやりながらこんにちはみたいな感じとかで自然に挨拶してくれる感じなので、なんかこう、あ、人が来ては何嫌だなっていうより、なんとなく人も通るよっていう場所になんか割と自然に身を置きつつ、そこでオンライン授業を受けてたり課題やったりしてる子が多かったので、なんかこうちょっとなんていうのかな、カフェとかよりはもっとざっくりしたちょっとこう
まあ、テーブルとか椅子とかある道端ぐらいに自分で場所を見つけてこうあのオンラインで授業を受けてるよとかちょっと場所変えてみようかなとかなんかそういう使われ方はなんか自然にあの振る舞いが起こってるんだなっていう感覚はありました。見た時にあーでもそれすごい面白いですね。これちょっと写真1枚共有しますけど、まあ、ちょっと知らない人もいると思うんでこういうあるこう共有部に、まあ、いろんな机とか、まあ、ポットって呼んでるそういう場所があるっていうあの案件ですけど、だからここの今まさに写真に写ってるような感じでオンライン授業を受けてるってことですよね。そうなんです。これ春光写真なんで結構人の配置とかを考えて撮ってる写真なんですけど割とこんな感じです今もまあなんかこの手すりに座ってぼーっと眺めてるみたいなちょっと暇そうな人は私が行った時はいなかったんですけど割とみんなどっかに腰掛けたりこれなのでこうキッチン行きたいトイレ行きたいってするにも割とこうぐるっと廊下を通んないといけないとか逆に部屋出た時の前の階段を降りて下の階のトイレ行った方が早いとかっていう感じになってるので割となんかこう部屋からバタンって出てきてサササササってこうなんかポッと通ってトイレに行ってるみたいな人とかもいるのでなんか基本的に なんていうのかな基本的にこの共用部って全体的に動線なので人が動いてる中でになんかこういうポットとかこうコーナーポットって置いてるあのカウンターテーブルとかがなんかこう泊まり木的になんかこうあるところになんかちょっとこう座ってる人とかいるよみたいな感じですね。いやでもなんかすごいこうまさにそのさっきのオフィスなんで行くのかなみたいな話も含めてなんかこう働いたりこう、まあ、大学の場合はまあ勉強したりとかっていうなんかそういう場所が、まあ、ただその講義室があればいいとかオフィス空間があればいいっていうわけじゃなくなってきてるからなんかそういうところを今後どうやって考えていくのかっていうのはすごい面白いですよね。そうですね。なんかこう、うん、あとそのやっぱりリアルな場いいよねとも思うんですけどオンラインだからこそなんかできる授業の参加の仕方とか働き方とかも多分もちろん、もっとどんどん発見していくべきなのかなって思っていて私も前期明治大学で3年生の授業を非常勤で持ってたんですけどその時に完全オンラインだったのでまさかのあと東北地方を回れば都道府県全制覇するんですなので東北地方を自転車で回りながら授業を受けてもいいですかっていう子がいて別に止める理由は別に私は止める別に何もないよみたいなただまあ課題出してなかったら別に点数はつけないけどねみたいな感じになるんですけどがいて本当に今週はどこどこいますみたいな感じでちゃんとその授業の時間になると多分 Wi-Fi 環境があるその宿とか、まあ、どっかからつないでるっていう学生が一人いたんですけどこんななんかあっさり新しい授業の出方する子いるんだと思ってすごい尊敬の眼差しで私は見て毎週ちょっとこう休憩時間に今週見た建物紹介みたいなことを無茶振りで振ったりをしてたんですけどなんかまあそうたりとか、まあ、もちろん上京してこれないよとか地方の実家に入れるよとかっていうなんか学生もいろんなそう働き方じゃなくて本当に授業の受け方とか参加の仕方もすごいあるんだなっていう気はしました。確かにこの間このラジオに出てくれた川添先生っていう東京大学の川添さんはなんと地震祭の会場からラジオに出てたんですよ。今日は地震祭の会場からですとか言って富山かなんかだったんですけど、あと今たまたま1年生の授業を一緒にやっている非常勤講師の方がご自宅を建てててご自宅から普段こうオンライン授業やるからご自宅の横に新築している建物の工事現場を毎週5分間レポートしてくれるんですけどすごいなんかやっぱこれオンラインならではだなと思って今万魚さんの話聞いててやっぱその
授業の内容がどうかっていう話もあるんだけど、授業を受ける側の、その受ける環境がどうかっていうのも、なんか非常にこういい意味でこう広げていくと、なんかそれが集まる学校というか、オンラインの学校は、なんかその集合地というか、新しいこうなんか共有の場になるっていう、それすごい魅力的ですね。そうなんですね。なんかそれ聞いた時に思ったのが、結構そのコロナになったよ、オンライン、オフラインみたいな感じで、先生たちが集まって結構会議とか結構頑張ってやってるんですけど、これでも授業を受ける生徒側も実はめっちゃ可能性広がってて、なんかむしろそういう意見取り入れた方が普通に面白そうだなっていうのは、なんかその子の事例を見て思いました。いやー、なんか今日は万玉さんのお話面白すぎて、あっという間に予定時間を軽く超過してたんですけど、最後にこの時期に、このラジオはこの時期に、まあ、ちょっとこうオンラインになったりとか、リモートになったりっていうことを、まあ、どう面白がるか、まあ、あとこういうふうにその大学がこう全部ね、こうキャンパスとして使えるわけではない中で、まあ、どんなことを学びにしたらいいかっていうことを人生の先輩から聞くっていう、まあ、そういう趣旨なんですけど、万玉さんからこう学生とかに向けて、なんか今の時期だからこそこんなことしたらいいよとか、まあ、今の授業の受け方ってすごい今一ついいパスだなと思ったんですけど、他に何かありますか？そうですね。なんか自分自身の身を振り返ると、私はなんていうか不真面目というか、まあ好奇心しかないような学生だったので、すごいこういろんなことに手を出しちゃうような感じの学生だったんですけど、なんかやっぱりコロナって今結構いろんな議論されてると思うんですけど、世の中で。なんかそういうインプットもありつつ、ちょっとなんか冷静な目で見る時間としてもいいのかなと思ってはいて、なんか私より多分西田さんが私の10年先輩ぐらいだと思うんですけど、のなんかそのぐらいの世代の方の話を聞くと、皆さん結構その阪神・淡路大震災あって、9.11があって、こう東にリーマンショックで東日本大震災があって、でコロナみたいな、やっぱりこう何かこうその災害的なことが起こると、結構すごいその時その時にすごい議論をしていたっていう話を聞くことが多くて。で、私も入社1年目で3.11が起こって、なんか今まで受けてた建築教育と全く別の方向に行くじゃないかみたいな感じを、結構その社会人になるタイミングの切れ目ではって思ったんですけど、多分そのタイミングって結構議論されるべきこととか変わっていくんだなっていうのは感じてはいます。ただここまで世界規模のパンデミック的なものってどうなるのかは、もちろん私全く分かんないので、こう身近なことで思うと、なんかこう大きな話は言っても数年後に何かしら、まあこう結果的なこと出てくるのかなと思うんですけど、今ってやっぱりこう結構そのコロナになって、みんなこう生活面とかってすごく意識変わったと思うんですよ。健康とか、じゃあ自分のなんか住む生活環境どうなんだろうとか、リモートになってむしろ暮らし方とか場所とか距離とかってどうなんだろうみたいな、移動ってそもそも何だったんだろうみたいなこととかって、割とこう世の中でこう議論起こってるなっていうのは、こう耳を傾けつつ、割とその学生、今の20前後の人たちが何考えるのかなっていうのが結構気になるなと思ってきて、なんかこうあんまりこうコロナって大きな話は目につくんですけど、割とあんまり大きな話っていうよりちっちゃな話、なんか昨日より今日より明日ぐらいのスケールで割と物事を考えていっても、なんかそれがなんか10年後とかにつながるんじゃないのかなっていうぐらいで、身近なものとしてなんかこう捉えてほしいなっていう気はしました。なんか何をしたらいいっていう話にはなってないんですけど。なんかちょっと自分ごとに結びつける接点を見つけられるといいのかなっていう気がしました。で、私もまあたまたま自宅が変わったので、このタイミングとコロナの緊急事態宣言が重なったっていうことがあるので、少しそういう
自宅の中にやっぱりこういう場所があるといいよねっていうのをちょっとこう世の中のコロナのこういろんな議論との接点としてはちょっと捉えれる、なんかそれだと捉えれるかなっていう感覚で、あのちょっとこう見てる感じです。まあでもなんかその感覚めっちゃいいですね。なんかあの例えば5年後とかに振り返った時に、あの時期にこういうまあコロナの時のまあリモートとかがきっかけでこういうの始めたんだよとかが言えるような、なんかすごい小さい一歩ってことですよね。なんか暮らし方が変わったとかでもいいし、さっきの彼みたいに自転車でこう東北自体地方をぐるっと回ったみたいな話でもいいし、なんかそのなんか後で振り返った時に、あこの時期ちょうど、まあ、たまたまこういうことがきっかけで自分自身の暮らしとか考え方がちょっと変わったって言えるっていう、なんかそのちっちゃいことがすごい今いいのかなっていうのは聞いてて思いました。なんかちっちゃなことでもいいんで、とにかく一時情報というか実感ある情報に置き換えれると、うん、なんかいいのかなって自分自身も思いながら過ごしてます。いや、マギョクさん今日はありがとうございました。大丈夫です大丈夫です大丈夫です全然全然うちはっぽくないです、大丈夫です。あの最後に来週のゲストをご紹介します。来週のゲストは、ネイ&パートナーズジャパンの、渡辺隆一さんです。渡辺さんが、まあ、今取り組まれている、まあ、都市とか建築、まあ、そして土木の分野までも含めて、まあ、これからのコロナの時期の、まあ、設計とかデザインとか渡辺さんが考えていることをいろいろお聞きしたいなと思っています。来週11月5日9時15分からです。では本日改めまして、まあ、マギョクさんありがとうございました。ありがとうございました。